アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。どうですか、喉だいぶ回復してきましたかね。東京でのね、購入品も早く開封して、私もね、中見ていきたいんですけれども、実はですね、先にどうしても紹介しておきたい限定品が届きましたので、そちらをですね、先に開封していきたいと思います。予定通りね、この動画が上がっているとしたら7月の27日の夜かと思うんですけれども、本日ね、限定発売のアイテムといえばこれです。はい、じゃーん、マックの限定のブラシセットです。正式名称はルックインアボックスベーシックブラシというアイテムですね。思ったよりちっちゃいって思った方多いんじゃないでしょうか。私も思いました。これはね、私がずっとツイッターで言ってた、あのリップ型のブラシケースに入ったブラシセットなんですけれども、結構前にマックのカウンター行った時に BA さんから、なんかマックは夏と冬の年2回ですね、限定のブラシセットが出るけども、今回むちゃくちゃ可愛いですよという風にお話を聞いていたので、すごく気になっていたら、まあ、徐々にね、 SNS の方で情報が出てきて、まあ、リップ型のブラシケースということで、これ絶対可愛いと思って狙ってました。なんですが、まあ、ツイッターのね、流れを見てくださっていた方はご存知だと思うんですが、まあ、予約ができない、取り置きもできない、オンラインで先行発売はされるけどすぐ売り切れてしまうんじゃないか、何の雑誌か分かんないんですけど、雑誌のスクショも上がってて、限定100個というね、なんか謎のパワーワードが載っていて、インスタの生配信の時も、え、世界で100個とか店舗で100個とかいろんな話が出てたんですけども、先日ね、それこそ東京に行った2日目ですよ、次元のバーで飲めないお酒を飲んでいた時に、皆さんからすごいたくさんリプが届いてて、マックのオンラインの方で LINE 先行でこれ出てますよと言われて、すぐその場でチェックしてゲットすることができました。本当リプくださった皆さん、ありがとうございました。なんせね、前置きがすごく長くなったんですけども、あの限定100個っていうワードは何だったのか未だに謎ではあるんですけれども、まあね、私の手元には無事届きましたので、ね、自分が手に入れた途端にめちゃくちゃ雑になるんですけれども、早速開けますよ。じゃじゃん、はい、ほら、かわいい。ちょっと寄りで見せますね。見えます、これむっちゃくちゃ可愛くないですか。なんか私勝手にふかふかした布の素材なのかと思ってたんですけど、プラスチックなんです。硬いんですよ。こんな感じ、開けると箱の中では本当はブラシは別で入ってるんですけど、私がもう先にセットしたのでブラシが4本ついています。いやいや、なんかコスメってミニチュアが出ることがあっても、こういう大きいサイズのものが出ることってめったになくないですか。これはね、相当可愛いです。で、お値段も私最初岩田屋のカウンターで聞いた時に9000円前後って聞いてたんですが、なんと6500円でした。なので、まあ、思ってたより小さいんですけれども、このケースとブラシ4本で6500円って聞けば、まあ全然ありえないお値段の設定ではないかなと思います。で、中のブラシも1本ずつ見ていきましょう。で、多分ね、想像なんですけど、ブラシ自体はいつもブラシのキット出る時見てると、結構既存のアイテムのこのショートの丈のものが入っていることが多いので、ちょ、頻繁言っておきますと、尖りが 462SES、 こんな感じですね。ハイライトとかに良さそうなブラシです。それから 545SES、 これなんか私持ってる気がしますね。普通のアイシャドウに使いやすそうな平筆です。毛質はね、ちょっと固めですね。発色良さそうです。それから私の好きなブレーディングブラシですね、 540SES、 こんな感じ。アイシャドウのハイライトカラーとメインカラーをぼかすのに便利そうなサイズです。で、最後が 561SES という斜めカットのね、アイブロウ用かな、ブラシが入っています。まあ、どれも毛質はちょっと固めかなという印象ではあるんですけれども、まあ、ベーシックな形とサイズかなと思います。なので、旅行の時にそんなにたくさんブラシ持ち歩かないっていう方は、これまだ余裕あるので、例えばこれプラス何か手持ちのブラシを挿して、こんな感じで持ち歩いてもいいと思います。私はね、もうもったいないので、この辺りにね、こんな感じで飾る予定です。これ用に買ったと言っても過言ではないんですけども、このね、棚の中に最初入るのかなってすごい心配してて、ちょっと比較対象物で持ってきたんですけど、この500のペットボトル、私これぐらいあると思ってたんですよ。全然です、こんな感じなので、はい、場所的にもね、皆さんご安心ください。そんなに場所取らないです。ここに飾っておいてですね、で、これと比較したいものといえば、このペットボトルだけじゃないですよ。やっぱり大元のネタになっているマックのリップですよね。どんな感じか比較したいと思います。はい、こちら1本持ってきました。これと比較してみたいと思います。こんな感じですね。もう親子とかいうレベルじゃないですね。コナンと大人ぐらい差があります。めちゃくちゃちっちゃいみたいな。こうやってなんかリップも一緒に飾りたくなりますよね。可愛いです。こっちも繰り出してみますね。こんな感じです。可愛い。
やもうね、無事ゲットできて本当感無量ですよ。やっぱり欲しくて探してるものとか狙ってるものとかあればみんなに言っておくべきですね。結構情報とかもう売ってますよとかっていうのをね、皆さん教えてくださったので、ぜひ SNS されてる方で何か探してるものとかあればうちに秘めずに公に言ってしまった方がいいと思います。優しい方がね、結構情報を教えてくださったりします。なので当初言ってたそのオンラインで24日から先行発売っていうのは LINE の先行発売の後にあったのかもしれないんですけども、まあ、ちょっと私はそちら実際に出てたのかチェックはできてないんですが、まあ、イレギュラー的に今回 LINE で先行発売あって Mac のオンライン先行で27日店頭っていうスケジュールではあったので、購入するチャンスは3回あったということなので、最初予想してたよりは無事ねゲットできた方もたくさんいらっしゃるんではないかなと思いました。これ本当にね、限定でものすごい少ししか数がないんだったら、うかずにゲットしてもなんかこうほらこれだよ手に入ったよとかって言っててもなんかもう嫌味でしかないから、紹介する動画もなんかすみません手に入れちゃったんですけどこれですみたいな、ちょっとテンションをなぜか抑えないといけない動画みたいになりそうで心配してたんですけれども、なんか私の周りの方もたくさんゲットされたようだったので、はい、もう嬉しさをね全開で今回動画撮影をさせていただきました。とはいえね、声がまだちょっと感知してないので、なんかいつもの鼻声プラスハスキーボイスって感じではあるんですけれども、どうしても欲しかったねこちらのブラシセット無事入手することができましたので、今回はそちらの開封動画でした。またねこれからのメイク動画とかでも実際にこちらのブラシ使って使用感なんかも紹介していこうと思いますので、気になったブラシとかある方は言ってくださればしっかりめにね紹介していこうと思います。最後に今日のメイクです。今日はこれね、今度トム・フォード縛りのメイクの時に紹介したいと思っているんですけれども、トム・フォードのスフィンクスとアイカラーコードのハネムーンを組み合わせて使っていました。でリップはですね、先ほどこちらでお見せした MAC のコーラルオプティクスを使っていました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。